部屋に閉じ込められてドアもないし窓もないし何もないっていう夢を何回も見る1週間のうちに環境を変えないといけないみたいなってお世話になった人がおってその人が借りてたスタジオにもう何も言わず転がり込んだ誰もおらんくなった時にもう寝るみたいなそのエンジニアやっとった人に10分ぐらい教えてもらってレコーディングしたいってやつがいてそれ100ドルでいいよみたいな。 <laughs> それでなんかちょっとお金稼ぎし始めた,た <laughs> 最初も「XAN」ってどう読みとみたいな「<laughs> シャンセイ」とか言う人もいるし「カンセイ」とか言う人もいるしなんかもう何でもいいやみたいな <laughs> 呼びたいように呼んで <laughs> アネリチョからその2パックの曲のやつのオマージュできればいいで僕が多分一番早かったラッキーだったなみたいな。 はい、ということで、今回のゴールドナシュポッドキャストのゲストは、ヤング先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイあざしあざあざあざあれ、北海道ぶり北海道ぶりですね。いつぶりだったっけ、それは。4月の終わり ?4 月の終わりぐらいだ。酔っ払いすぎて、あんま覚えてない。誕生日だったもんで。誕生日だったけん、そう。そうだ。いや、おめでとうございます。あの時ね、びっくりした。あ、誕生日なんだみたいなサプライズケーキできてね。確かに、それね。 なんかすごい、なんかレベルが、なんか、なんかプリントしてあるシャンパンのやつも出て。よかったね。オリジナルシャンパンも出てきたんだ。そう。それで酔っぱらったんだ。酔っぱらっとったね。そう、そう、そいや、今回来てくれてありがとうございます。わざわざ。あざあす。今アメリカ済みですよね。はい、そうです。今どこ、あの住んでんの。今、ロサンゼルスのコリアタウン。住んでる。あの辺だ。はい。俺もその辺に住んでた。まじで。うん。めっちゃね、なんか。いい。 よなっって思たいろんなとこ住んでみて英語じゃない英語の表記が看板になくて違う国みたいなところに住みてえなと思ったらコリアタウンが一番あったアジア人としての食とかもアクセス普通にコリアンマーケット行ったらラーメンとかも買えるし普通に。 韓国料理も好きだからあ、韓国料理好きなんだでえいつからコリアンタウンに住んでんのうーんもう2年前とかかなあそうなんだはいえなんか俺ちょっと調べてたらもともとはでもアメリカ生まれなのかなそうもともと赤ちゃんの時にうん、うん、あ生まれてあのお父さんお母さん日本人なんけど <laughs> 生まれてすぐ福岡に引っ越したんだってあそうだったんだ だからアメリカ生まれってのは知らなかった<う>知らなかった <laughs>、うん、ずっと <laughs> 高校卒業するまで <laughs> マジでそれもなかなか珍しいよね <laughs> そう <laughs> <laughs> じゃあ福岡でほぼずっと育ってたんだ福岡でずっと育ってたえ福岡で育ってるときは結構音楽とかめてたの <laughs> 音楽はやってないなぁあ、ま、中学のときんかうちのお父さんがなんか趣味でギター弾きたいみたい,みたいなギターがそこら辺にあってうん、うん、なんかめっちゃそのときグリーンデーとか いてななんかライブのやつが DVD とか持っとってそれ見て「はいはい、わーあれみたいになりてえ」みたいになって最初に適当なコードで「なんかジャダジャダダダダ」みたいなのをまねしよった <laughs>、えー、最初ドラムやりたいっつってけどなんかドラムなんか。 うるさいじゃないですかまあ確かにうるさいねたらたらでもエアドラムずっとやってたの覚えておら <laughs> エアドラムだ、うん、あでもそこじゃあそこから来てるかもねあそっから来てのかも確かに,確かに <laughs> そっかそっかそ<う>じゃあそこはその時はめっちゃなんかガッツリピアノとかやってたとかじゃなくて全然、うん、普通に音楽聴きながらロック聴きながらみたいな感じだったそうなんか耳コピでなんかタブタブフみたいなのがタブフってのはあのギターの弾くときに、はいうん、あの 一フレット二フレットってあるやん。はいはいあの弦のそうそうそれのなんか番号が書いてあって弦ごとにゼロ一二三みたいなそれでなんかその通りに押さえてなんかその習うみたいな曲をドレミファソラシドでは並ばなかったみたいなあそういうことかあじゃあギターをできるんだもうギターはできるこの間でもモシピットで折っちゃいましたねこっちあでも本当だ。 ああここも手術したら治らんって言われて曲がってのかどうしようかなみたいなそうギターも多分練習すれば普通に弾けるまたなると思うけどちょこんなんなっちゃったけどやば <laughs> すごくね <laughs> 確かに思い出思い出えっモーシピットでこう怪我したのそう友達アメリカの神谷だって友達が来たって日本にその時最後の曲で やべえ乗りてえみたいなもシしピットしてえみたいなで30秒だけ行ったのになんかもういつの間にか床の上に転げとって、うん、いつの間にかってもうなんかわってやりすぎて、うん、なんか気づいたら床に転げとってであれなんか指曲がんなくねえみたいなそしたらもうボキみたいになっとってこれやべえみたいな <laughs> でそこをなんか <laughs> あの近くのローソンみたいなとこ行って でなんかガムテープガムテープガムテープを買って <laughs> とりあえず固定しようみたいなとこをやったけどうんクソ痛かったねに次の日とかも取るときとかめっちゃ痛いみたいなし, <laughs> <laughs> しかも固定しとった意味あんまなかったっぽくて <laughs> 逆によくなかったん変な風に曲がっちゃったんだから一応くっついてはいいのそれ一応くっついてる途中かも今だ でももう,そうでももう2か月ぐらい経つからでもこっから曲がんなくなっちゃいました <laughs> やばそう手術も YouTube でめっちゃ調べて YouTube で調べたのなんか調べてあの出てくるからそしたらめっちゃなんかここ切ってからなんかいやピン差し込むみたいな怖そうなのでちょっと心の準備できたらやろうかな,な<笑><笑>やばえ今はもう痛くはないのちょっとまだ痛いんだちょっとまだ痛いんだ、まあ、うわ 絶対病院行った方がいいだね思い出として。すげえだ。話しちゃったあ、ギターだ。そうそう。そうなんだ。え、じゃあ結構じゃロック系、でも結構激しいビート作るイメージあるかもしんない。ああ、そうかな。多分今は結構ポップとかそういうのに触れる機会があってそういうのをやってたけどもともとなんかめっちゃヘビメタとかもうすごい中学生の時はグリーンデーとかやったけど高校生になって なんかめっちゃデスメタルみたいなのハマり、えー、それでんかもう歌系が入ったらもうダサいみたいな <laughs> <laughs> そういうなんかメンタルではい、はい、超ヘビーではい、はい、そういうのばっか聴いててはい、はい、でそれが結構今でもまあ前ほどは聴かんけどやっぱり、うん、なんかうわーみたいになるのが好きだからそれも結構ビートはレオンとか昔作ってたやつはかなり。 ヘビーな方なななのかもしれいるほどねえなんかさでも結構えもともとはでも日本で生まれて育って1クとか聞いてたと思うんだけど、うん、アメリカに行ったタイミングはいつぐらいだったのアメリカは高校高校なんか韓国あ韓国じゃないカナダに、はい、えっと2年間ぐらい留学しててあそ英語習うにうん、うん、いやいや。 まあイタリアもなんか日本で勉強したくねえみたいな日本ってかなんかもう勉強せない先生に怒られるみたいな <laughs> ああそれが嫌で言ったんやけど、うん、逆にもっとなんか勉強せないかんってっまあそうだよね <laughs> 英語が全く分からなくてやっぱ難しかったですよね <laughs> そ<か>でそ,それ卒業して、うん、まあ日本帰ってきてでああ嫌だなみたいな日本最悪みたいな <laughs> うちのお母さんに「あんたバイトしてきなさい」って言われてなんかあのー 派遣とか勝手にされてあの福岡ドームでなんかのジャニーズかなんかコンサートの席をずっと並べる仕事やった一晩中徹夜で何人かそれもちろん何百人みたいな人がおってそうやりよったけどでもなんかもうそれで変なおじさんとかが手組むなとか言われたりこうういのとかこういうのとか。 こういうの仕事場でやっちゃダメだとか言われてなん <laughs> だよみたいな <laughs> こんなとこやってらんねえみたいなまあまあいろいろあってぐちぐち言ってたら、うん、あんたじゃあもうアメリカ行ってきみたいなアメリカの学籍あるからみたいへえー、いアメリカの学籍あるんつって <laughs> でそれで行ったって感じかなそういう感じだえそのアメリカに行ったタイミングではまだビート作ってなかった、ね、作ってない全然作ってないしうん、うん まだギターもただ趣味でやりよっただけあ、そうなんだでビート作りた始めた最初はもうなんかギターやりたいちょっとだけなんか12楽器だけ音楽学校に行ってあ、そうなんだで、れのギターとかその音楽の基礎を習ってちょっと高すぎるからちょっと無理みたいになってで途中でやめて、うん、で、ラーメン屋でバイトし始めてそそそのの向こうのそうそう、ラーメン屋とかまあいろんなところでうん、うん、バイトし始めてで 友達のできたアーティストの友達とかとなんかコーヒーショップであの弾,き弾き語りみたいな僕がギター弾いて、はい、で隣で彼があーあのアーティストの人がなんか歌うみたいないろんなところでやってたって感じなるほどねである日なんかオープンマイクで何人かパフォーマンスするところでコーヒーショップじゃなくてちゃんとなんかそういうベニューみたいなところででもオープンマイクだから結構なんかまあ素人の人ばっか。はいはいはい、なるほどねで 俺らが終わった後にその一番最後の鳥の人がなんかスティーブン・キャノンっていう LA のあ,、うん、あのラッパーだったんだけどその人がパフォーマンスしとってでそれの間でなんかもうヒップホップなのにすんげえもうしピッと起きてるみたいな <laughs> それでなんかやばこのなんか超かっこいいみたいな <laughs> はい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 それでなんかちょっとひ今今ひ今時のヒップホップを知ったのはそこかもでそうだったんだそ,そこでまあ またギタリストやったけど、うん、なんかそういうのに興味を持ち始めてでそのある日そのアーティストの友達がちょっとプロデューサーの人と曲作ってみようよみたいなで俺何するのって八木裕ギター弾いて裕太って言うんですけどギター弾いて<お>あの彼がビート作って曲作るみたいな。 ギターだだだけやっってよみたたいなな感じんんそそううかギターでリフ弾いてで彼がビート作ってって感じで「何ビート?」みたいな感じだったからそれでなんかその時はビジネスボーイっていうプロデューサー今もすごい活躍してる人なんですけどでもその人がもう10人ぐらいで3ベッドルームアパートメント借り取ってすげそこでなんかすごい。 頑張ってるなみたいな,<ー>み,んなみんなアーティストとかプロデューサーだったんですけどその時その中でなんか聞いたりしてうん、うんわ「すげえこれかっけえ」みたいな<ー>でこんなことできるんだってので結構もうそれでプロデュースっていうのを知ってへ<ー>で、まあ、ロジックとか買ってやってみたけど。うんうんうん やっぱまあ1年ぐらいもなんかよくわかんないみたいな。1年ぐらいよくわかんないんだ。そう。僕はその時があんまり YouTube のチュートリアルとかなかったからビートを作る時の。のえー、あってもなんか自分が作りたいのじゃないみたいな。ああ、そういうことか。で、って感じかな。で、うん、どんどんその、まあピコピコやり始めて。はいはい、で、ある日、あの、 何やろう,そうだ村正って知って、村正っていうアーティストい、うん、ストやけど、村正プロデューサースラッシュアーティストみたいな。その人の曲 YouTube で聞いて、クソ、はい、やばこれみたいな。<laughs> <laughs> それでなんか、あのー、エーブルトンっていうのに変えたんやけど、その人のことディグリー寄ったエーブルトンっていうのを。なんか EDM とかに結構、 のの人が使ってるあのソフト、ね、そうか<う> EDM とかいろんな結構作ってる人で、うん、でまあそれで並行してなんかどんどんヒップホップとかディグり始めてサウスサイドとかメトロブーミンとかはいはいはい,、はい、ういうプロデューサーの人が作るビートかっけ形みたいな。なるほどねで って感じもう本当にもうこれだけやりたいみたいなはい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 、はい、って感じですねえじゃあ最初はもう YouTube のチュートリアルとかもなかったってことはもう自分でピコピコいろいろ試してボタンを押しちゃうみていろいろやってみてなんかまあ今も聞けたもんじゃないもちろん <laughs> やけどこんな感じでやってたで友達とかの見てそその知り合いのプロデューサーの人とか見てああこんな感じねみたいなはいはいはいって感じでいろいろ やってて、ね、じゃあ結構周りにもプロデューサーとかそういう人いたんだ結構一応まあそのビジネスボーイって人とその周りの人が結構そういうのをやってたからでもそ,、うん、そうかなあとは、うん、その周りとかかもしれないですね結構そっからもなんか一緒に なんかやって勉強したみたいなのがあったのそれはあんまり自分で結構自分で結構自分でやったんだやっぱんか最初やり始めて向こうはすごい長いやりっぱてなかいきなりさ教えてくださいって言っても向こうにはなんか相手にされないというかあそっか自分もなんか一から教えてくださいって言われたら今ちょっと一からなみたいなそうだね少し覚えてある程度覚えてきてやった感じだもんねそっかそっか確かになるほどねだからまあそういうメンタルで自分でなんかうまくなろうみたいなはいはいはいである日あ ラーメンでバイトしよってなんかすごいなんか例なんですけどもうすごい自分の人生の状況に打つみたいになってきてある日夢を見始めたんですよなんか部屋に閉じ込められてまあ一つのこういう部屋で,でも出口がないみたいなんかドアもないし窓もないし何もないっていう夢を見てそれをなんか何回も見る。 一週間のうちにで同じこれは何か変だなってグったら自分の今の人生の状況にあるところから出たいみたいなはいはいそれでなんかまあこんなところでやってちゃダメだみたいな俺は環境を変えないといけないみたいなってでアトランタに引っ越したそっかそのタイミングでアトランタに引っ越したんだそうなるほどねえでも結構アトランタっていうか大変だったんじゃない うん、友達が一応住んどってっあ、そうだったんだたまたまそこに住んでて、うん、で、しばらくそうロシアを組んで、うん、って感じで行ったけどって感じかなもう全て捨ててうもう昔の俺はもういないみたいな <laughs> もう俺の名前も出すなもうそのギタリストっていう自分はもう過去の自分とかあ<ー>あすごいなんかもう何<ー>て言うんやろう振り切った。はい 感じなんからもうやけくそみたいな友達にも誰も言わなかったでそれで誰にも言わないでもうアトランタそうルームメートだけ知っとってその時のでもアトランタに一人で行って俺は消えるみたいな新しい自分になるまでは LA には戻れないみたいなそうなんだそんな感じでそっかじゃその LA の時がギタリストの時でアトランタ行ってプロデュースがっちり始めたみたいな感じ そうやねまあでも言ってもまだ初めて1年ぐらいやったけど全然なんかうまくはなかったしそうなんだラッパーの人とかあっても、うん、これどうなればいいかわかんないみたいな結構言われたこともあったしって感じかなえで結構ちょっと調べてたらあのバイスメンタとの出会いについてはいはい、はい、そうバイスメンタはあのギター弾いててはい、はい、友達とシンガーの友達と インスタグラムによく上げてた時期あってその友達の友達やってあっイスメントさんのこの2人がねそう,そう,うでなんかその時になんかギターループ送ってみたいな言、はい、俺らがそれで曲作るからみたいなで結局なんかギターループってなんどんな送ればいいか分からない,みたいなんで <laughs> 何も送らなかったんですけどでアトランタ引っ越した時になんかもっと本当になんか曲作ろうよみたいな感じで いろいろやってみたって感じ<ー>でその居候しようと思った人がいたって言ったや、ね、ん、うん、その人は何かまあいろいろあってアトランタから引っ越すことになってあそうなの行った直前に行った後にそう行っ,た行った直後に1か、ね、月後にもう<ー>まあ俺あの何人かと住んでたんやけどもう俺らちょっとアトランタ出ないといけないんだけど、うん、ゆうたどうすんのって言われて、うん、ええみたいな。<laughs> <laughs> なんかもうこれ <laughs> 俺お金ないし別にアパートも借りれんしこのままねせっかくちょうど全部捨てて引っ越してきたのにどうすればいいか分からんみたいにホームレスになりたくねえわみたいなでそのたまたま,まあ,あんまりね深い友達じゃなかったけどまあ一緒に作ってたバイスメンタになんかごめんけど10日とかそんぐらいだけちょっと居候していいみたいな彼らはまあ優しくて。 あミシカサ・ツカサみたいな。ミカサ・ツカサ。My family is my home is yours. My home is yours. o そうだそうだそうだそうそう、まあ、メキシカンな感じでなんかちょっと受け入れてくれてまあ、えー、10日間でまあいい,で、まあ、いいよってでも10日間で絶対無理って自分でも分かってるんですよ <laughs> だからどうしようみたいな <laughs> <laughs> まあそうだよね確かに確かにそうですよね、うん、でなんか まあその時にもうめっちゃもう何でもいいやみたいな一日中ビート作るしかねえみたいなでとりあえずやってでまあなんかでなんとなくいいのできたらそのバイスメンター二人組やけど一、うん、人のやつに送ってうん、うん、でもう一人やつも一人やつはスタジオ行ってもう一人は家でレコーディングとかやっとってあそうなんだ<う>んでまあどっちともあげたりしてうん、うん、なんか あやべえのできたよって書いてきて聞かせてくれたりしてはい、はい、その時すごいなんかいい感じのができてである日もう1週間ぐらいの時うん、うん、やべえどうしようみたいな時にそのある日あの座っとって外で3人で、えー、でルームメイトどんな感じなのかなって言われてええー、分からんみたいなでもこれはまさかみたいな。<laughs> <laughs> でなんかいい感じのできてるからさもっとさ一緒にさ住んでいいから一緒になんかもっと作ろうよみたいな、えー、言ってくれてそこからもう6ヶ月ぐらい一緒にマジで、ろうしてくれて<ー>ご,ご飯も買ってくれてたんですよね<あ>すごいもうなんかお世話になったって感じかな <laughs> そうなんだそうなんかそうだね今考えたらマジで、まあ、今考えたらっていうかもうずっと すごいなんか助けられたなと思う野良犬を拾ってくれたみたいなそっか先生っていうのも前世前世前世もともと彼らがそろそろプロデューサー目あった方がいいんじゃないみたいなあそういうことででも俺何しろか分からんみたいなゆうたってんかちょっと本名すぎんって言われてその時になんか 僕、筋トレとか前ハマっとってうん、うん。で、それでなんか、バイスメンターのやつにも、な筋トレしてあげようっ、えー、<laughs> で、ジム行こうぜ。なんか、絶対いい曲できるよみたいな感じで。そしたらなんか、向こうもハマって、どんどんジム行くようになって。で、その時になんかすごいなんか、先生先生みたいに言われ始めて。ああ、それ教えてたからみたいな。<laughs> 教えて、ジムのなんか筋トレ教えてたみたいな <laughs>。それでなんか、先生はみたいに言われて<ー>。え、でも俺、日本人で先生ってめっちゃなんかありきたりでダサくねみたいな。 そしたらその時にリルピープとかリルゼンとかいてすごいザナックスが超流行った抗精神剤抗精神薬みたいなそれでそれってかけて「残精」みたいな「前世」みたいな「どう?」みたいな言われてああそれなんかかっこいいかもみたいなまあとりあえずそれをになったって感じかなでヤングってつけたのは ジャンセイっていうハンドルネームがインスタで取れなくてあそういうことうまあでもなんかヤングってラッパーっぽいなみたいな <laughs> まあなんかラップしてる人なみたいな感じのりでヤングってつけた <laughs> あそうなんだ<う>結構インスタグハンドル重要だよねやっぱね取、うん、れないとねでもなんか <laughs> そう今までもヤング先生って書いてあるけど <laughs>、うん、なんかそうやね いろんな人のビデオ作り始めてからみんなにヤング先生って言われ始めて、うん、あでもプロデューサー名はん前世なんだ斬新前世そこうの人は前,前世っていうかじゃあヤングはインスタグラムハンドルだそうちかっいうとなるほどね <laughs> まあでもまあ何でもいいか先生って最初も XN ってどう読むとみたいな <laughs> シャンセとか言う人もいるし慣性とか言う人もいるしなんかもう何でもいいやみたいな <laughs> 呼びたいように呼んで <laughs> ハハあ、そうなんだった、うん、俺も最初何て呼ぶか分からなかったあそうなんやうん、うん、そうまあまあそれもそれで面白いかなって思って確かに確かにでめっちゃ違う名前で言われてそのミーティングとかで言われた時に、うん、もうなんかもう <laughs> 面白すぎて笑いそうになったけどまあここで直すのもあれやしみたいなで <laughs> あはいみたいな感じでね <laughs> じ一番めっちゃ変な言い方だったら何だった覚えてるうんいややなんかやっぱ シャンセイっていうのがやっぱなんかつぼったかななぜか。シャンセイ確かにおもろいで。ヒデキがなんかおもろい。シャンセイ。シャンセイ確かに確かに。なるほどね確かにシャンセイあ呼べるなくはないか。ちょっと中国っぽいのがそうだね。確かに。XAXAXIAN がシャンシャン。確かに。そうかもしれない。 それで、まあ、そうプロデュース始めて、まあ、そっからちょっとえバイスメンターの、まあ、曲結構いい感じに、ね、ああそうだね作っててうん、うん、で,である日一つ「はいはい、グランナダ」っていう曲があってその曲でを通してなんかワーナー・ラテンと。 契約する機会ができたみたみいなあ、そういうことそう、ことそなっておい、やべえすげえやんみたいなバイスメンターの2人組がとっとそうバイスメンターの2人組がとこで,で俺とそういやあの俺たちやっぱもう多分ラテンの音楽ってマイアミがもう集中してるから俺らマイアミにちょっと引っ越すわみたいな感じになってなああなるほどねえー、どうしよう俺みたいなでもマイアミ引っ越すって言っても俺金ないしなって思ってホンになんかもう<ー>なん 普通に居候してた身だからねまあそうだよね金もないしどうしようみたいなでも,もアトランタにせっかく来たのに今今帰るのもなと思ってまあその,あのお世話になった人がおってあのレイ・ダニエルズっていう人なんやけどその人 が借りてたスタジオにもう何も言わず転がり込んだ <laughs> <laughs> スタジオになス,タスタジオのさあの後ろスタジオ入って最初なんかスタジオのなんかホールウェイみたいなのあってそこになんかオフィスみたいなのが何個かあって、うん、でその中の1つの部屋に寝泊まりしとって <laughs> まあやっぱりイ,インターンの人とかもおったりしてんかいろいろ人はおったけど。 寝れる時間を探して誰もおらんくなった時にもう寝るみたいなマジうんそういうことをやっとったねすごいやば <laughs> 奇跡的になんか、うん、あのシャワールームがあってクソ、はい、汚かったけど <laughs> もうサンダル履かな無理みたいなとこやったけどでもそこでまあシャワー入れたから助かったからうん、うん、普通に歯磨きもできたしシャワー入れたしなんかそうで <laughs> スタジオそこでバイスメンター引っ越した後にスタジオ住み始めてで何やろそこでなんかしばらくおったけどなんかことがなんか何すればいいかわ起こらなくなっててでビート作るだけじゃあんまなんか先に進まねえな今みたいな感じだったからうん,、うん、なんかエンジニアし始めて。 ラッパーのレコーディングとかのライティングセッションの。はははいはいはい、はい、で、あのー、そこで、まあ、エンジニアっつってもし仕方わかんなかったけどテンプレートみたいなのがあってプロツールのテンプレートーそれがなんかスタジオの一つのコンピューターに入っとって<ー>それ盗んで,でなんかそのエンジニアやっとった人に10分ぐらい教えてもらってでその。 エンジンレコーディングしたいってやつがいてうん、うん、超なんかほんともう高校生ぐらいの子であじゃあ100ドルでいいよみたいな <laughs> <laughs> 今考えたらまあ安いのとか高いのが多分安い方なんかもしれないけど <laughs> でもなんかまあそれで10分で覚えて、うん、でレコーディングして、うん、その。 もうチェーンがあるからあのテンプレートってそのトラックに落とし込めばもう音がいいみたいなああそういうことねそういうのでまあそれを習ったら習ったっていうかまあ覚えたらもうビート作るのとあんま変わんないからああそういうことそうそれでなんかちょっと金稼ぎし始めたとかマジそうすげえだバイタリティよすごいすねこれじゃないと俺はもう そっか死ぬぐらいまで考えてたかもしれないな、ね、人生何やりたいかわかんねえみたいなだからそれをもう突き詰めるしかないみたいなとりあえず死んでも覚えられるよう、ね、なすごい人になりたいなって思ったから、うん、多分なんか今その時にめちゃくちゃそれしかなかったからそれを突き詰めたみたいなど。である日あの a ン k キーズっていうなんか、うん、プロデューサーチームがあってえっと その人ら WAP とかメーガン・スタリアンとかいろいろすごいなんか曲のプロデューサーの人らだってまあその時まだ WAP 出てなかったけどでその人らのなんかあのソングライティングまあキャンプじゃないけどまあソングライティングをもう毎日のようにしとってそこでエンジニア探しとって言われてあじゃあ俺やる俺やるみたいな。 お金は払,払,払われなかったけどうん、うん、別に経験としていっかみたいな感じな、ね、そこでなんか初めて曲を作るってことを学んだところかな<ー>そうなんかあこうやってなんか曲作るんだみたいなーでビートもなんかあこんな感じでいいのかみたいなレコーディングした後にこうやって ボーカルだけ撮ってなんかポストプロダクションみたいな,なんか後付けできるんだみたいな、うん、とかそういうのも習ったしって感じからそこですごいいろんなことを学んだ<ー>スタジオのなるほどねそ<う>すげえなそのタイミングでじゃずっとじゃあアメリカで、うん、ずっとアメリカで活動し,してたってことだしばらくはそうやねそうだよねで日本に こっち来るっちるてか日本でこうプロデュースとか始めたらどのタイミングだったじゃあさあのー、今海外とかで行けてるアーティストとかいる聞いた方がいいよみたいなアーティスト行けてるアーティストうん海外かうーん 友達のテッドパークさ、うん、あれあれ聞いたんだよなあのあれしょクレイジー・リッチ・エイジアンあれめっちゃよかったよね、はい、あれ結構聞いたなんか,かあ嬉しいあリミックスもすごいね韓国人のすごいなんかあんまり聞かないやったけどうん、うん、ストリーミング的には <laughs> でもなんかすごい韓国のレジェンドな人らとかすごいアングラの人とかをてすごいいい感じの 面白い作品にはなったかなってはい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 えこのテッドパークとかもともと知り合いなのそれはなんか知り合いを通してああっ会ったんだ出会ってはいはいはいでもあいつもパンチーンですごい早い曲作るのパンチーンっていうのはあの一ライン一ライン埋めていくみたいなあそういうことそうでビート聴いていいねっつって、うん、まあもう1分1分1分っていうかもうそんぐらい聴いて、うん、でなんかそのフックのアイディアとか浮かんだらもうそこからそこ うんで、パンチンして、次のラインをどんどん歌っていくみたいな。それで曲ができるから、もう30分、ってかもう20分ぐらいで全曲できる。<laughs> <laughs> マジそう。まあそういうスタイル。アトランタとか結構アメリカそういうのが最近多いかも,も。パンチンパンチンでもう、ペンを使うのをやめるみたいな。その時の気持ちがもっと、なんていうの、ローで出るみたいな。はい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 。 って感じでなるほどね。やる人が、こうくんとかもそれでやってる。うんうんうん、あそうなんだ。パンチンスタイルだ。パンチンスタイルで。えぇ。あ一行一行っていう感じなんだよね。一行一行なんかもう考え、うその、何十回もいいのができるまでやり直すけど、はい、その、ペンを書かない、ペンで書いて、なんか座ってフローとか考えるんじゃなくて、もその場でも、思った通りにやるみたいな。あそう,うバイブスでみたいな。なるほどね。へえおもろいね。 うん、そうなんだ。まあ、あ確かにいろんな味スとやってるから、そういうスタイルとかも、うん、確かにいろいろあるよね。ねうん、まあ、ヘッドパークとか、うんうん、キースエイプとかめっちゃ好きやし、キースエイプ確かに。まあ、今というよりかは、ただ個人的に好きな。好きだな、うん。キースエイプとか、うんうん、うん。あと誰だろう。めちゃくちゃプレイボーイカーティが好きかな。プレイボーイカーティもなんか最近ちょっとロック系だよね、メタルとか。 でも昔のが好きあ、そううなんだでも最近のも面白いのあるけどやっぱロック系のも全然かっこよかったけどあのなんかピコピコ感が僕好きやったから結構テッドパークと一緒にやるときそういうバイブスでなんかやりたいなみたいなのあるかもピコピコ系だピコピコ系ポコポコビデオゲームみたいなビデオゲームみたいなねそういうスタイルが好きなんだ結構そういうのがまあ ヒップホップ的には好きかなうーんでもビートがハードみたいなはい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 であそうだなんか 10pm くんっていうーあのループメーカーあプロデューサーショーン先生いよくやってる人だけど、うん、それの人ともすごいループでつながったり、うん、あのデッドストックっていう子もおったり、うん、ループメーカーとかプロデューサーやってる人パルプ K くんっていうパルプ K? うん、もう一人プロデューサーの若い子なんですけど、うんうん、みんなもう二十歳とか多分それ<ー>で、すごい、そういう子たちはもうすごい自分でオンラインでループとか送ったりしてて、まあそれでビートを作る人もビートの、ビートメーカーとして、それで幅広げるっていうのもありなのかな。<ー>プロデューサーとして繋がるみたいな。ループってさ、結構俺、ループってさ、 いいままちちあんまちょっっと分かててなくて、うん、ループってでもあれだよね4小節とか,とかの上物上物あトップラインとか,かそのなんかメロディーメロディーかがループだインストのインストの,インストのループだあそういうことねそうそうん,、ね、んか素材があるからこれでビートを作るっていうはい、はい、なんかそういうでもまあ曲が決まったらあの分け前は半分半分とかそれは多分人ら、ね、そのコミュニケーションになると思うけどそういう感じが多い 今それで結構ね海外の人とか若いプロデューサーの人とかはそのでっかいプレイスメントとかすごいクオリティの高いあのメロディーを送ってあのつながってるでかいプロデューサーの人とかとがビート作ってで大きいアーティストでそのなんていうの曲が決まるってことが結構アメリカでは多いのかもオンラインとしてはう。んうんうんうん じゃあ若い子でループを作る動きっていうのは結構いい動きいい動きと思まある種の手、ある一つの手とかもあタイプビートもあるし。なるほどね。要はそのメロディーにこのなんかハイハットとか、ベースとか、そういうのを後から打ち込んでいくから、その最初のメロディーを作ればいいよってことよね。ループっていうのは。なるほどね。で、まあまあそんな感じかな。で、あの、フェイバリットアーティストに戻ると、あと何やろ めちゃくちゃ好きだったのは、しばらく好きだったのは、シティモーグル。シティモーグルシティモーグルってのは結構、ジラカミってか知ってますジラカミわかんない。えっとね、ジラカミっていうのと、ソスムラっていう、デュオ。ソスムラデュオ。ソスムラはなんか聞いたんのマジ。デュオでやってるのがシティモーグルで、結構ハードコアの、なんかニューヨーク、パンクとヒップホップが混ざったみたいな感じで、超かっこいい。 ニューヨークの人なのかなそういう系やっぱ激しい系がやっぱ好きかな激しい系がやっぱ好きなのモシピット系みたいなモシピット系で上がる上がるそういうことかちなみにちょっとずっと気に入ったんだけどピンクのトレードマークこのピンクの髪型ってめっちゃトレードマークな気がしてそれはいつからやってんのピンクの髪型はもういい 5年ぐらい経つかも。四 <laughs> 年4年,4年半かな今多分やったの。もう、マヤミにいる時にやったの覚えと。あ、そうなんだ。マアミそ,うそれまで金髪で、うん、で、そのバイスメントとマヤミにった時に、うん、なんか、うん、結構アドバイスしてくれるしあいつら。あいつらは<ー>、なんか、クリエイターとして、やっぱりトレードマークみたいなのあった方がいいんじゃないみたいな。はい,はい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 。それで 最初、青かピンクやったけど、で、青はもうこうくんがやっとったから、その時青髪のなんか、おかっぱみたいなやつ。ああ、はい、覚えてる、覚えてる、覚えてる。で、なんか、真似したくないなと思って、ピンクにした。そういうことなんだ。えやパンクだよね、だいぶね。でもね、パンク髪の長さとかもさ、ここ短くて後ろ長い。ああ、なんでやろうね。なんとなく。なんとなく。 そうだでもすごいねありがとうでもすごいあのんて言うピンタレスト知ってるわかるピンタリストでなんかすごいいっぱい写真とか見てあいいないいないみたいなそれであとなんか結構ヒデとかのやつ見るかなヒデって x ジャパンの昔ンタリストで死んだ人なんやけどなんかその人のなんやろ ファッションというか、すごい面白いな。そこはディクリ始めて、結構なんか、すごい、人としても共感できるとこもあって、ピンクもなんか同じだったから、共感がもっと湧いたいク黒木同士の共感みたいな。なるほどね。すごいなんか、ファッションとかもちょっとインスピを受けるようになりましたね、最近。なるほどね。 そうなんだ。そう、すごいヒデは x あの、伝説的です。そう、レジェンドだよね。日本だったら多分、知らない人ほぼいないですもんね。そう。なるほどね。そういうところからインスピレーションも引っ張ってきてるんだ。やっぱヒップホップだけじゃなくて。そうよね。なるほどね。ロックンロール。ロックンロール。ロックンロールだね。私、ちょっとロックンロールだよね。ロックンロールしたい。ロックンロールたい。ロックンロールしたい。ロックンロールとか地ロックンロールしたい。ロックンロールしたい。ロックロックンロールしたい。ロックンロールしたい。 趣味なことよりノックールしちゃうけんだそうなんだそれかバンドしたいみたいなさっき言ったもんねそうなんかもうベースでもギターでもいいけどなんかもう楽器でまたもう指輪を骨折したくないけどジャンプしに行きたいねステージモッシュみたいなステージダイブかステージダイブしたいんだなるほどねだからなんか今テッドパークとかレオンとかとは自分が表現して 表現というよりかは、うん、なんて言うんやろう、まあ、始めた理由は、コラボテープ始めた理由は、やっぱ、プロデューサーって影が結構薄いというか、まあ、確かにね。うん、まあ、すごい、アメリカでは、名がある人は、そう、メトロブーミンとかね、思いっきりね、名,名があるじゃないですか。だから、その人らも一緒にコラボテープとかやってるし、確かに。なんか、なんとなく、プロデューサーは裏方の人っていう、なんか、みんなの固定概念があるなって思った時があって、なんか、それが、なんか、 くそみたいな <laughs> プロデューサーもある,ある一つのクリエイター、うん、な,んかなんていうの、ね、アーティストな感じじゃないですかはい、はい、クリエイターするから、うんうん、自分のなんかいいなと思うビートを作るっていう,うん、うん、でそのアーティストをプロデュースするっていうのでなんかやっぱりプロデューサーのコミュニティにももっとなんか知ってる人はいいと思うけど知らない人はこういうこともできるんだよっていうのもちょっと広めたかったのもあるかな。はいはいはい、なるほどねなんかその ダブルネームで出すみたいなうん、うん、確かに確かにで結構これまでのやつはレオンとサンタとかテッドのやつは、うん、アーティストは俺が聞きたいなだからこうなんかレオンとかサンタのやつは結構ハードでかっこいいやつやってたじゃない今まで確かにでもなんかもともと 日本のヒップホップはリ,リップスライムとか k i、うん、ク g g n u がめっちゃ大好きで子供の頃あんまりそんなシリアスなこあのあのヒップホップとか好きじゃなくて逆になんかジーブラさんとかそういうなんか超ギャングスター系みたいなうん、うん、日本で言う怖くて聞かなかったみたいなだからなんかも俺がレオンとさんとプロデュースしたら もっと楽しい感別に意味もなくヒップホップハードだからヒップホップとかストリートじゃないとヒップホップとかはい、はい、そういうのは全然まあ人によって考え方は違うと思うけど僕にとってはなんか楽しくて品噴でうん、うん、そういうのがいいよなって思ってそれレオンとサンタとやった時はもうそれを集中してんかビートも。うん 暗すぎないというかハッピーすぎないというかなんかその何何ていうのミドルいい感じの中間を。ただ楽しい特になんかシリアスでもないしただ遊びで作ったみたいなそういうバイブスを出したくてでレオントさんのやつ作ってテッド・パークのやつは結構テッドもハードのハードっていうストリート系の曲ばっかやっててなんか でも一緒に、一緒に曲やろうよってなった時に、ストリートのバイブスじゃないんですよ、テッドって。ああ、あそ,うそうなんだ。そうかもしれないけど、うんうん、でもなんか面白いし、すごいなんか楽しいやつだから、はいはい、楽しい音楽やりたいんだから、しかも俺らアジア人だから、確かにね。なんか、彼のボーカルも結構面白いし、うん、声のトーンとか、スタイルも。確かに。だから こういうビートでピコピコ系でビデオゲームの世界みたいなのうん、うん、そういうのやったらなんかテッドまだやったことないから合い、うん、そうだなみたいなプレイボーイカーティンみたいな感じでもなくはい、はい、から歌でポップでちゃんとフックも作るしうん、うん、だからそれをなんか良さを際立ってれたらなってやったのがテッドパークの感じとかなるほど、ね、で、まあ、でもあん アングラっちゃアングラなのかもしれないけど、普通に。うん、メジャーなサウンドではないけど、その融合したかった。はい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 。なるほど、ね、メジャーとアンダーグラウンドみたいなね。うん、メジャーっていうか、その、ポップ。ああ、そういうことか。キャッチーでポップなの,、うん、のキャッチーなことが、キャッチーなのが好きだから。うん、でも結構キャッチーだったと思ってるけどな。新しいのも出たから聞いて、い Z、Z っていうの。Z ってやつ ?Z、XED。E D XED あちょっと聞いてみろ。ボリュームワンでボリュームツーも多分来月か九月らい出るかも。え Z アルバム？EP？えまあ EP アルバム八曲。八曲ぎり？ああオッケーオッケーすごいなんか十七分ぐらいで聴きやすいし、うんうん。なんか本当個人的にも自分でミックスマスタリングしてからなんか聴きやすい。ええオッケーオッケー。聴いてほしいぜひ。聴きます。皆さ聴いてください。聴いてください。はいそっか。あとあそうでその後に。 もうなんかちょっとハードなのに、うん、やりたいなみたいなあ,あ次、うん、おおなるほどねこれからちょっとハードな曲やりたいなそ<う><と>他の人プロデュースっていうよりかはなんか、うん、自分がなんかやってみたい感じおおそういうことね今までは結構プロデュース確かにそうなんかこのアーティストを際立てたいうん、うん、っていうか自分なりになんかこのアーティストをプロデュースしたらどうなるんだろうはははいはいはい、はい、次はなんか自分が好きなバイブスにまあアーティストとか乗っけたら、うんうん なるほどねそ,<う>そのなんか全盛の主体で作るってことだそれに乗っかってもらうみたいな<う>どっちかっていうとそれをなんかやりたいな、うん、な,なるほどねえー、それ面白そうだなうん大大君ともつこの間作っていいやばっじゃ面白かったいいえっ面白そうだねうん <laughs> えー、ちょっと聞きたいね <laughs> あとで聞かせきましたそっかわじゃあこれからのなんか目標とかあったりする目標なのかこれからのプランなのか目標はやっぱりすごい すごい曲自分なんていうのまあこういう考えは良くないと思うけど、うん、なんかもう来年死ぬっていう曲あ考え方を、うん、もうずっと何年もしてきて結局死なないですけど <laughs> どんだけ自分がこの世に何かを残せるんだろうみたいな <laughs> <ん>だからそういう考えでやっててそれで曲をめっちゃ出しまくってるんですけど,なるほど、ね、俺が死んだらこれで多分覚えてくれる人がいたらなみたいな,なるほど、ね、そういう感じでやってるからもうそれをやっぱ 続けたいでもそれでもありつつもっといろんな人に聴かれる曲を作れたらなと思うし刺さる人には刺さる曲もやりたいしいろんなことがありますよねゴールっていろいろやりたいってことだこれからね、うんうん、なるほどね、まあ、でもこれからは多分先生の,その、ね、自分のスタイルとかががんがん入ってるような曲とかそういうのが見れるかもしれないので楽しみですね。 ぜひ、なんかソーシャルメディア、インスタとか。どういうのに載ってる ?SNS は。インスタグラム、ツイッター、スレッツスレッズ最近ね。あんまやらんけど。俺もスレッズやんないけどね。TikTok もあるけど、あんま見ないかもしれない。僕的に。でも、TikTok も一応あります。YouTube もあるけど、まだ最近更新してないけど。 一応フォローしてください。はい。はい、ということで、<laughs> ぜひぜひいろんなチャンネルで皆さんフォローしてもらって、これからの先生の活躍をぜひ注目してもらえたらと思います。ということで、また次のエピソードでお会いしましょう。p e a c e p e a c e